んにちは、さきです。ピアノを楽しみましょう。このチャンネルではふよみのお手伝いをさせていただきたいと思っています。中級者以上の方は両手を使ってふよみをする方もおられると思いますが、右手でふよみ、左手でふよみ、そして両手で合わせるという方もいると思います。そんな方々の力になれたらと思います。今日はハイドンのアレグロの譜読みをしたいと思います。この曲の原曲は弦楽四重奏曲ヘ長調作品 74-2 からの第4楽章のアレグロです。ハイドンがロンドンで活躍するようになってからの作品で、1739年に作曲されました。技術面ではスタッカートをしっかり弾くことと強弱を意識することが大切だと思います。それとメインチャンネルでは小文字の SAKI サキとして私のオリジナル曲やクラシックを弾いた動画をアップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に貼っておきます。このチャンネルと合わせてチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。それではハイドンのアレグロの譜読みをしたいと思います。まずは右手から。それでは左手を弾きます。
わせてゆっくりめで弾きます。右手のポジション、左手のポジション、最後までご覧いただきありがとうございました。両手で合わせるのはなかなか難しいと思うので、その前に私の左手の動画の音に合わせて右手で弾いてみたり、私の右手の動画の音に合わせて左手で弾いたりすると、合わせた時の感覚がつかみやすいと思います。表現アナリーゼは先生によって考え方があると思いますので、先生の指示で勉強してください。ありがとうございました。